とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワー完全攻略やっていきたいと思います。何度かやったけども、やっぱり時間がかかってめんどくさいです、今シーズン。では、行きます。1階からね、エンチャントを入れて戦っていこうかなとも思ったんだけども、特にいいエンチャントがないんだよね。なので入れてません。こんなにね、役に立つやつがないんで意味ないんだよね、あんまり入れたって。よし、でここはとにかくリープリーフの攻撃には注意ですね。あとは何とでもなると思います。リープリーフさえ倒せれば大丈夫ね。はい、1回クリアでーす。ここでこれ、プレートアーマーですね。このプレートアーマーが、とにかく強い。クールダウン、ポーションバリア入れていってください。で、ここ、まずはこっち側に向けて行ってください。で、ここにね、エンチャンターが出るんだよね。こいつを倒してから、ちょっと戻る感じで、やるといいですね。で、ここ、結構敵が多いんだけども、弓を使っていくと、結構ワンパンで、こいつは無理だけどね。ゾンビなんかはワンパンで倒していけるので、結構お得です。ゾンビのね、この、凍結が鬱陶しいので、よし。この凍結さえなんとかできればね、だいぶ楽なんですよね。よし。はい、おしまいですね。はい、2回クリア。次行きましょう。ここで森の矢筒を取ってください。で、3回、若干クリーパー出るんだけども、まあそのおお、当たったか避けたつもりだったんだけどな、今の当たっちゃってる。 OK、 まあまあとにかくクリーパーには若干注意しちゃってください。まあ危なくなったらね、ポーションバリアがありますので、まあそれを使ったりとかね、していけば大丈夫だと思います。終わり、3回クリアでーす。次に行きましょう。報酬何もいりません。あ、で、エンチャント入れていってください。クールダウンから先がいいかな。森の矢筒が使いやすくなるので、まあまあどっちでもいいかな。ポーションバリア、クールダウン、どっちでも好きな方でいいです。いきましょう。ここも特に、難しくはないですね。出てきたやつをとにかく倒していくだけ。はい、こいつがね、若干攻撃力高いので、あいつだけはちょっと注意です。あとは問題ないかな。よし、次でおしまーい。はいはい、あと3体か。よし、4回クリア。次でーす。報酬は何もいりません。で、エンチャントですね。次、ポーションバリアを2まで入れましょう。ここも特に問題はないと思います。しゃっ、しゃっ。プレートアーマーいいよね。ダメージ無効がついてるので、それが発動した時が意外と嬉しい。よし。当たんないな、そこは。いや、意外と当たった。 TNT も当たると嬉しい。よし、お、結構今回矢がいい感じに出てきてくれてんじゃない。よし、それでは5回クリア。次行きましょう。
ここ報酬でエレメントのカバンですね。まあこれ運要素が絡むんだけども、まあ持ってて損はありません。でここね、ああ落ちちゃった手前でね、この辺で戦うといいです。この辺で敵がねそこに集まってくるんで、森の矢筒でうまいこと、うまいこといかなかったな。まとめて倒せるときはね、すごいまとめて倒せるんだけども、でも問題はないです。そのままクリアしていきましょう。でここあの矢があるので忘れず取ってくださいね。矢はいくつあっても危ねえ、困るもんではありません。次いきます。報酬でフロストサイスですね、取っていってください。エンチャント入れましょう。流れ込む魂を2です。1だと 2% ですけども、2だと 4% 回復します。まあ、4% 回復すればだいぶいいですね。うん、 2% だったら結構微妙な感じなんだけども、 4% だとまあ十分です。でこのクリーパーはいるんだけども、まあ、そんなに問題はないかな。うん、フロストサイズだったら2発で倒せるので、まあ問題なくいけると思います。終わり、7回クリア。次いきますね。報酬は何もいりません。あ、でエンチャント入れてください。これ強打ですね。この強打が入るか入らないかによって、ボスが早く倒せる遅く倒すの違いが出てきます。でここね、ここら辺で戦うといいです。クリーパーが出るんだよね。クリーパーをうまいこと引いていって周りに当てる感じで戦うとすごく早く倒せると思います。うん、ここら辺で戦うと結構危険なので、やっちゃった。うん、とにかくクリーパーを引いてきて仲間に当てる感じね、で戦ってみてください。ここ報酬でコグクロスボウを取っていきましょう。んで金細工をつける前に強打を2まで入れてください。で、関係なかったわ関係なかった、どっちでもいい。プレートアーマーを上げてあっちをしてもいいです。関係なかった。はい、行きましょう。ここレイスですね。どうしても時間はかかってしまいます。 OK。でもまあうまいことね、雷が出てきてくれればそれなりに早くは倒せる。うん、それなりにね、めちゃくちゃ早くはないよ、めちゃくちゃ早くはないんだけども、それなりには早く倒せます。終わりだ。よし、まあ3分はかからないぐらいでしたね。コグクロスボウを惜しみなく使っていけば、まあ2分ちょいで倒すことはできると思います。はい、ここで両刃斧に変えていきましょう。でエンチャントですね、吸血に入れてください。これだけで十分ですね。でコグクロスボウは火属性そして無限ですね。いきましょう。でここも特に問題ないかな。うん、今回は本当にね、あの10階のボス、あれがめんどくさいんだよ。うん、あいつをどう倒すかによって決まるかな。うん、でもどうしてもね時間かかっちゃうんだわ。昔みたいにね、あれ無敵時間がなかったらどんどん早く倒せるんだけども、
し、OK。で、ここリープリーフはいるんだけども、まあ問題はないでしょう。OK。いいね。雷が出ると嬉しいよね。はい、11回クリア、次。いきまーす。報酬は何もいりません。そのままですね。はい。で、エンチャントで、火属性を上げていきましょう。もう、コグにね、結構かかってます。ここ結構敵が多くて、強いのよ。なので、コグクロス棒が、だいぶ役に立つので、うん、むしろコグがないと、ここ結構きついんだよね。よし、オッケー、いい感じ。よし、オッケー。まあ、とにかく、危ないと思ったら、もうコグを連射するだけでいいです。火属性が入ってるので、いい感じに倒せます。注意すべきところは、もう、クリーパーと、こいつ、なんだっけ、略奪者？略奪者じゃないか。こいつがとにかく、痛くて硬いので、注意してください。よし、もういないかな。終わり。終わりか。12回クリア。次行きましょう。報酬、ここでね、乱射のクロスボウに変えていきますよ。森の矢筒とはね、同じぐらい、コグと同じぐらい、相性がいいので、乱射を入れてください。で、弱体化と連鎖反応ですね。で、クールダウン、まあ、黄金なんだけども、入れてください。うん、もうここは仕方ない。あれを最初にパワーアップさせてるので、もう仕方ないです。まあ、割り切ってね。黄金スキルを上げてください。んで、若干ね、防御力が低くなったとしても OK、 この弱体化が入ればなんてことないと思います。 OK、 いいね。で、今回は意外と矢が出てきてくれたんで捕獲することはないかな。うん、まあまあ普段でもしないんだけど、全然安心して使っていけそう。あと上だけかな。はい、13回クリアですね。次に行きます。報酬でアップドラフトの賞です。アップドラフトの賞が、まあ、とにかく役に立つ。今回敵が多いので、アップドラは絶対取ってください。で、ここ、エンチャンターいるんで、できるだけ早めに、うん、倒すようにしてください。そうしないと若干苦戦します。OK。で、ここも敵が多い。うん、囲まれないようにしてくださいね。OK。立ち回りが結構重要なんでね。 OK、 まあ、弱体化を入れてればそれなりに耐えれるので大丈夫とは思います。アップドラフト終わりかな。14回クリアでーす。報酬何もいりません。そのまんま行ってください。で、エンチャント入れていきましょう。ポーションバリアですね。まあ、黄金なんだけども、思い切って入れましょう。ここも敵多いです。でも、強い敵はいないので、ただただ若干時間がかかるっていうだけのステージですね。強い敵は全くいません。はい。まあ、15回は。サクッとクリアしちゃいましょう。はい、15回クリアです。特に問題ないですね。で、森の矢筒パワーアップさせましょう。
森の矢筒がここら辺からとにかく強くなる。で、ここまずね、奥まで渡ってください。一番奥まで、うん、ま、途中のところで戦わない。ちょっとね、矢が出た時とかがもったいなくなるので、必ずこっちで戦うようにしてください。うん、まず最初にここを陣取るといいですね。このめんどくさい敵は、ジオマンサーなんで、あいつさえなんとかなれば余裕だと思います。この真ん中下のところね、あそこにもジオマンサー出るんだけども、あいつはなんかね、同じこう地続きのところにしか出せないみたいで全く問題ありません。あそこにいてもよし、終わり。16回クリア。報酬何もいりません。そのまんまです。はい、あ、エンチャントは入れなくていいです。で、ここ。この、ネクロマンサーね。あいつを、アップクラフトでうまいこと当てて倒してあげてください。アップクラフトに、巻き込んで、で、何発かぶったたいてやれば、倒せると思います。 OK まずはネクロからだね。よし、17回クリアです。次行きましょう。ここで槍に変えましょう。槍がね、ここ結構役に立ってくれるんですよ。重力と虚無11ですね。で、火属性を2です。で、ここね、戦いにくいです。ものすごく、狭いところでいっぱい出てくるので、ここで戦いましょう。まず、ここにね、敵を出すでしょ。敵を出します。そしたらば、一度戻って、で、こっから、弓を打って、倒してください。まあ、ちょっとずるいんだけど、あっちで戦うよりも、まあ、断然安定して倒せると思います。うん。まあ、ちょっと近づいていって、アップドラフトとかもいいと思うんだけども、まあ、安全面を考えると、もうここで、チク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 打っとくだけでいいです。上にもね、敵が結構出てるんで。よし。いいかな。よし。で、あとは上だけですね。進んでいきまーす。おっ、ぶね。おっしゃー。固まった固まった。よし。上だけになったらば、もうそんなに問題ないと思います。危なくなったらポーションバリアで突っ込んでもいいし、ああまあまあまあ、こういうこともありますわな。んで、ここ報酬は何もいりません。そのまんま進んでください。で、パワー商人ですね。プレートアーマーを上げていきます。何だったの？あ、ライフブーストか。ライフブーストがついてるみたいですね。で、ここ、イリュージョナーです。イリュージョナーが、とにかくめんどくさい。火属性を3まで上げますね。で、イリュージョナー出てきたら、エレメントのカバンとアップドラフトを入れて、森の矢筒連射ですね。あー、うまいこといかなかった。ちょっと待って、これで倒した。カバンが、雷が出た場合は一発で倒せます。敵が攻撃する前に。でも炎と、氷が出た場合は若干時間がかかります。うん、でもまあ大体瀕死ぐらいまではいけるので大丈夫だとは思いますけどね。まずは上側のイリュージョナーから先に倒すようにしてください。で、今のところで、
愛のメダルですねを取ってください。でここで戦います。ここそしたらばいい感じに敵の、弓をガードしてくれるのでここで戦うといいですね。はいはいはい。下手にね中に入っていくとここはちょっとやられやすいと思うので中には入らずにもうここで敵の攻撃を防ぎつつ槍のリーチを生かして倒していく、そんな感じですね。よし、あとはディープリーズが、はい、終わり、終わりかな。あ、まだ上にいる。よし、終わり。あれ、あと1体どっかにいるかも。あ、いた、そこかい。わかりづらいお前。はい、21回クリア。次行きましょう。報酬何もいりません。行きますね。でここもね、クリーパーに要注意です。あぶねえ。まあ乱射を使ってねビス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 打っとけばそう問題はないとは思います。うん、危なくなったらもう遠距離からねただただ打っとくだけで勝てます。矢も十分あるかとは思います。はい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 、もうちょい、いけ。ほんとねこのね凍結を食らってからの爆発は本当に食らいたくないからね。よし、終わりか。いや意外とここ多いんだよな。まだいた。上にもまだまだいるよね。まだまだでもないけど。終わり。嘘、そこかい。端っこにいやがった。もうんでここ報酬は何もいりません。そのまま進みましょう。でエンチャントをね、入れていってください。弱体化と連鎖反応を22ですね。 OK。でここはここの、トラップを使いつつ倒すといいですね。いいね。連鎖反応が、まあ、20% の確率だけども発動してくれると嬉しい。あぶね。そろそろ行こうかな。行こう。終わり。いやまだいる、いるよね。ここにネクロマンサーがいるんだよね。終わりか。23回クリア。アップドラフトを新しくしていってください。でここは特に問題ないかな。あのね森の矢筒とか矢筒系は必ずその前の回で使い切るように、しておいてください。空打ちでいいので、空打ちでいいので前の回で使い切ってくださいね。じゃないとちょっともったいないので。よっしゃ、硬いね相変わらず。ドン。でも特に強い敵もいないし問題なくいけると思います。ここはね、よし、矢がまだまだ300本あるんで余裕だ。よし、あと上でおしまいですね。では24回クリア。次、報酬何もいりません。そのまま進んでください。でここも
特に問題ないかな。うん、まあ、ネクロマンサーとか、槍のやつは出てくるんだけども、まあ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 問題ないっしょ。オッケーオッケー、よし。で最後にね、槍のやつが笑って出てくるときあるのよね。そこで愛のメダルを取っとくとちょっとお得です。おい、引っかかってるよ引っかかってた。25回クリアです。報酬何もいりません。怒り使おうかと思うんだけども、やっぱ道中がね安定しない、なのであんまり俺は使わない方がいいかなと思いますね。でここ、ジオマンサーとエンチャンター、あいつらをもうとにかく先に、ま、できればエンチャンターの方からね倒すようにしてください。ジオマンサーがね鬱陶しいのよ。よし、でエンチャンターも OK。ジオマンサーはねこう壁作ってくるから、まず最初にね倒さないと動きにくくてしょうがない。よし、終わりかなこれで。よし、26回クリア。次いきます。ここでメイスですね。そうそうなんですよ、大体初見攻略の時が大体正解だったみたいで、それが俺は一番やりやすかったかな。でエンチャントでクリティカル、そして輝きでいいです。でここね弓を使うのは注意です。うん、このタワーガードが出てくるので弓を使って戦うとちょっと危ないので、弓は敵のねガードを破壊してから使うようにしましょう。うん、跳ね返されるとね結構大変なことになるんで。おしまいだ。27回クリア。次どんどん行きましょう。報酬いりません。でここの雑魚戦終わったらもうボスですね。しゃあ、このメイスのね最後の一発がものすごく強いので、最後の一発をまあうまいこと当てるように心がけていくと強いです。はい、あで別に入れなくてもいいんだけども、エンチャントで、弱体化入れてください。うん、そんな入れても入れなくてもそんな変わりはないんだけどね。でもまあ一応入れておくといいですね、余らせてもなんなんで。よし、 OK、 いいね。でここも敵が相変わらず多いんだ。よし、 OK、 いけー、じゃない。よし、28回クリア。ほんと今シーズンはね敵が多い、ただそれだけ。報酬何もいりません。このまんま行ってください。まあ別に武器を変えてもいいです。うん、でも変えたところでそこまで変わりはなかったですね。で、乱射のクロスボウをハーフクロスボウにしていきましょう。ハープでガシガシと打っていく感じですね。で、エンチャント入れてください。ハープクロスボウに連鎖反応です。まあ、森の矢筒を使ってバシバシ打つ感じだね。いきましょう。まあ、若干、時間は若干かかる。おしまい。はい、
まあそこそこ時間はかかりますね。できるなら30分以内で行きたいんだけど、ちょっと難しい。はい、報酬見て終わります。まあいいか、いらない、いらない、いらない。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。